ジョー・クラークは、カナダの政治家、実業家、大学教授で、元ジャーナリスト。1979年6月から1980年3月まで、第21代首相を務めた。アルバータ州ハイリバーに生まれる。アルバータ大学で、政治学の学士、修士を得る。ダルハウジーロースクールにも進むが学生自治会、進歩保守等、学生新聞などに参加し学位を得ず。 その後ブリティッシュコロンビア大学に転校するが、再び学生自治会で活動し、その後シンポ保守党に参加した。比較的経験が浅かったにもかかわらず、短期間で連邦政府での政治で頭角を表し、1972年総選挙で下院議員となり、1976年のシンポ保守党党首選挙で遠く日の座を獲得、1979年総選挙で自由党の イエールトルドー政権を破り、政権を獲得した。40歳の誕生日の1日前に39歳で首相となり、カナダ史上最も若い首相となった。在任期間は短く、予算案秘決で解散し、1980年の総選挙では再び新保守党が敗北し、1983年の党首選挙でも敗北した。1984年、 ブライアン・マルルーニン政権で再び閣僚に復帰したが、1993年の総選挙に出馬せず一旦引退した。1998年に政界復帰し、2003年まで党首を務め、2000年から2004年まで会議員を務めた。その後政界を引退し、政治学の教授とコンサルティング業を営む、カナダ勲章コンパニオンを受訓。ありがとうございます。